パリ五輪の男子団体金メダルの橋本大輝が14日、日本テレビ系、クリームュ中の、ザ・レジェンド・パリ五輪メダリスト31人大集合に出演し、男子団体総合でファンを感動させたスポーツマンシップを振り返った。画像、すごく人に優しい、彼は完璧だ、話題になった橋本大輝の実際のスポーツマンシップクローズアップされたのは男子団体総合。 第六ローテの鉄棒で橋本が会心の演技を見せた直後だ。着地を決め、場内は大歓声。橋本も興奮したが、すぐに冷静に。理由は、続く中国、超広常の演技が控えていたから。人差し指を口元に当て、静かにするように求め、さらに両腕で歓声を抑えるポーズも。日本は大逆転で2大会ぶりの金メダル。XU のファンの間では、 スポーツマンシップ見せるあたりまで素晴らしい、対応も素敵、かっこええなと話題になった。さらに中国のファンも同国 SNS、ウェイボーで、本当にいい人だ、二人とも本当に素晴らしくて、スターが二人いる感じがする、性格も、試合中のマナーも、実力も火の打ちどころはない。日本人だからって色々言うのはおかしい。彼は間違いなく優秀なスポーツマンだ。 やはり日本は勝つべくして勝ったと感服の声を上げ、米放送局 NBC の実況席も、この二人は本当に素晴らしいライバルであり、友人ですからねと称賛するなど、大いに注目された。番組では、この場面について問われた。橋本本人は、よく自分も冷静だったなと。喜んでいたんですけどと解雇。ただ、チームメートからすれば、 その裏側では橋本の人柄が関係していると感じているようだ。一緒に出演した金メダルメンバーの杉野正孝は、すごく人に優しいと証言。選手村で、道具屋だったんですけど、僕が寝ていて、橋本が起きると、睡眠を邪魔しないように、部屋のドアを閉めてくれてとささやかな気遣いができる素顔を明かした。